こんにちは、シエルです。最近ダイエットを始めたので、今日はそんなダイエットのお話をしていきたいと思います。日常生活の中でできること、食事だったり、運動、あとはそのダイエットに対するモチベーションを上げる方法とかを自分なりにね、いろいろ考えて今生活をしているので、今日はそのあたりをお話ししていきたいと思います。私今32歳なんですけど、身長が153センチ、体重は普段41キロぐらいかなって感じで、食べたらもうちょっと上がってみたいな感じなんだけど、体重を測ったら43キロぐらいありまして、私の体重計なんですけど、体重の他にも基礎代謝とか筋肉量とか、あと体脂肪率とか、あと体内年齢とか、いろいろそういう数値が、体重測るたびに出てくるんですね。私ずっとね、体内年齢が18歳だったんですよ。で、18歳だったんだけど、久しぶりに測ったらね、24歳になってたの。ずっと10代だったのに、あれみたいな、体重計壊れたかなと思って、なんかそれもあって、最近ダラダラしてたので、ちょっと気合い入れてね、ダイエットをしてみたら、なんか健康にもいいと思うし、あとはなんかこう美容だったり、生きていく上でのモチベーションっていうのは、なんていうの、なんかそういうのも上がりそうな気がしたから、ダイエットをね、始めようかななんて思いました。私の中でピークに太ってた時が48キロで、20歳の時の引きこもり&アメリカ生活で、暴飲暴食してた時が、一回ピーク、48キロぐらいあって、で、あとは2年前に一回48キロぐらいになって、んですよ。私マジシャンをやってるんですけど、そのマジックの衣装が入らなくなった、それが私の中での結構ピークな体重なんですけど、その2年前にダイエットしようと思って、でそれでちょっと食事をね、変えたんですよ。その時に結構自分の中で効果があったなって思ったのがこちら、玄米。私ね、白米、お米がすごい好きなんですよ。好きな食べ物なんですかって言われたら、白米って答えるぐらいお米が大好きなの。焼肉屋さんに行っても、お肉そんないらないの。ご飯とちょっとのお肉でいいんだよね。それぐらいね、お米がすごい好きなの、白米が。それで体重がピークだった時に、そのね、白米をこの玄米に変えたんですよ。少しこう食事に気を使って、で1年後には38キロになってて、マイナス10キロ痩せていました。このね、玄米だけでマイナス10キロ痩せたわけではないんだけれども、白米を玄米にしたことで個人的にはすごいね、良かったかななんて思いました。白米すごい好きだから食べ過ぎちゃうんだよね。そうで、玄米は玄米で食べたら、あ、美味しいなと思ったの。けどやっぱり白米よりはそこまで好きじゃないから、多分自然と食べる量も減ったと思うし、あとさ、この玄米が結構やっぱ体にいいんだよね。最近もずっとやっぱお米好きだから、白米ばっか食べてたので、またね、この玄米生活を始めたいなと思っています。はい、あともう一つがこちら、オートミール。3日前からオートミール生活を始めました。そしたらさ、今デニム履いてるんですけど、全然映んない。これストレッチが効いてる、履きやすいタイプの、デニムではあるんだけど、やっぱこう家の中とかにいるときは結構窮屈に感じてたんですよ。なんだけど、3日前のそのオートミール生活にしてから、ちょっと余裕ができたの。全然見えてないんだけど、それでそう、なんか、あ、オートミールいいかもと思って、ダイエットとか、筋トレとか、あと美容とかに気をつけてる人とか結構オートミール食べてるイメージで、私なんかね、このオートミールが好きじゃなかったんですよ。美味しい食べ方を知らなくて。そう、最近美味しい食べ方を知ってしまったんですよ。オートミールとヨーグルトを混ぜて、であとフルーツで、甘さは蜂蜜で、食べる食べ方がすごい美味しくて、なんかこのオートミールを食べてる自分、なんかすごい健康的だし、なんか可愛くなれそうだしみたいな、なんかすごい色々がハッピーになったんですよ。今回初めてそのオートミールを食べるダイエットもね、ちょっと始めてみようかなと思っています。オートミールとはオーツ麦を脱穀した後、調理しやすく加工したものです。オーツ麦と食事ミールという英単語を掛け合わせてオートミールと呼ばれるようになったらしいです。オーツ麦は小麦や麦、トウモロコシなどと同じ穀物の一種です。オートミールは余分な甘みや油分を含まない分、カロリーが低くダイエットに効果的です。やっぱダイエットにいいんだって。さらに、オートミールはとっても栄養価の高い食材です。腸内環境を整える食物繊維は 100g あたり 7.52g です。なんと玄米の約3倍。
白米の約22倍も含まれていますと。ということはもう玄米もやめてさ、全部オートミールにすればすごい痩せるかも。あと貧血の予防や改善に欠かせない鉄分が結構含まれているそうですね。その他にもカルシウムやビタミン B1 などオートミールは美容と健康に欠かせない様々な栄養素を豊富に含んでいます。あと脂肪になりにくい。私は今ヨーグルトとかで混ぜてるその朝食みたいな感じの食べ方をしてるんだけど、あの食事系の調理方法とかも分かればね、なんかもうちょっといろいろ食べれそう。オートミールについて調べてるとそのダイエット効果っていうのが出てきますね。やっぱり栄養価が高くてダイエット効果があるっていう。なので食事に関してはオートミールと玄米を食べながら、まあ、健康的にねちょっとダイエットに挑戦したいなと思います。あの私結構甘いものが好きなのですぐおやつ食べちゃうんですよ。で最近はその甘いものが食べたくなったらオートミールを混ぜるためにヨーグルトとか、まあ、フルーツを結構買ってるので、最近はそのチョコレートとかおやつを食べるのの代わりにヨーグルトとかそういうフルーツにしています。今のところ結構満たされてる。あとダイエットに欠かせないものとしてタンパク質ってすごい大事なんですって。なのでちょっとねタンパク質もねいろいろ食事から取っていきたいと思っていて、タンパク質が多い食品類は肉類、魚介類、卵類、大豆製品、乳製品ということです。オートミールをあのふやかしてチンするときはね豆乳を使ってる。豆乳もさ、なんか豆乳だけだと飲めないけどさ、こういう風にこう混ぜると食べられるから。あと最近の悩みが、これダイエットと関係ないんですけど、髪が切れる。そうパサパサなんですよ。短い毛がいっぱいあって、それもあってねちょっとタンパク質いっぱい取らなきゃなと思ってます。なんかねダイエットのこと調べてたら書いてあったのが、食事制限をするダイエットをしてる人で髪の毛がね抜けちゃう人がいるらしくて、それってなんかタンパク質が足りてないんですって。そうだからやっぱタンパク質って、まあ、ダイエットもそうですけどそういう美容系にも必要だね。はい、なので食事に関しては私はオートミール、玄米、そしてタンパク質をねちょっとたくさん取れるようなものをね食べていきたいと思います。食べながら痩せれたらいいよね。玄米とかオートミール食べようと思ったら自然とこう自炊もするようになるからね、料理するきっかけにもなっていいかもしれません。はい、料理も頑張ります。あと運動に関してなんですけど、まあ、絶賛引きこもりなのでね、まあ運動を全然してないわけですよ。でまあもともとね運動そんなに得意じゃないんですけど、最近ストレッチを始めました。2年前のマイナス10キロ痩せた時もストレッチをねやってたんですけど、そうやっぱりちょっとずつね体を動かしていかなきゃダメだなと思って、今ね、毎日のようにストレッチを寝る前にやっています。あの、もともと新体操をね、昔やってたんですけど、体がね、昔は柔らかかったんですけど、今はかなり硬くなってしまったということで、最近ね、1週間チャレンジということで、Y の字バランスがね、できるまでっていう動画をね、あの出したので、よかったらそちらも見てみてください。引き続きそのストレッチをしながらね、Y の字バランスが綺麗にできるようにね、ちょっとやっていきたいなと思うんだけど、Y の字バランスをね、こう、やるときって、ここの、この横腹っていうのかな、ここにお肉があると、あの、ここが突っかえちゃってできないんですよ。今もここが、その、プニプニしてるから、その分、ちょっと Y の字バランスが、体の硬さもあるんですけど、ちょっとやりにくいですね。痩せることによってね、Y の字バランスももっとできるようになると思うので、ストレッチをね、こう、併用してやりたいと思います。はい。あとは、まあ、2年前もやってた筋トレ。ちょっと復活しようかなと思っています。あの生活の中に取り入れるために、なんかストレッチとかやる時もなんかただストレッチするってなるとちょっと億劫じゃないですか。なので私はねいつも大好きな海外ドラマを見ながらやるようにしてます。ながら見ストレッチですね。なんかちょっとめんどくさいなとかあーって思う気持ちがそうなくなるからおすすめです。あとストレッチするとね結構体がポカポカして温まるんだよね。そう汗も出るし代謝も上がってる感じがあって、ストレッチした後結構気持ちもすっきりするからすごいおすすめです。ダイエットをこう継続させるためのモチベーションは何なんだろうって今考えてて、あの2年前にダイエットをした時はね一緒に競う相手がいたんですよ。そのダイエットしようねって言って、一つはそういう風に誰かと一緒にやるとモチベーション上がるかもしれないので、よかったら皆さん私と一緒にダイエットやりましょう。私の体重計は乗るたびにその前回からどう変わったかが全部毎回表示されるんですよ。私は1日1回体重計乗ってるんですけど、昨日と比べてこうです、昨日と比べてこうです、減りました、上がりました、減りましたみたいなのが表示されるから、それは
ちょっといいモチベーションになってるのかなと思います。やっぱり昨日より今ちょっと痩せてたらイエーイってなるし、太ってたらもうちょっとなんか運動しようとか、なんかもうちょっと食事変えようとかなると思うんで、こう毎日体重計に乗るとか、なんか表にしてみるとか、アプリもあるので自分のこのなんていうの、体重とかのこのグラフを見ていくのはいいのかななんて思います。はい、あとは私がオートミール生活をしてて、デニムがちょっと緩くなったことがなんかやっぱこう嬉しいじゃないですか。足細くなったのかなって思えるじゃないですか。ちょっと前の私はお家でゆるゆるワンピしか着てなかったんですよ。たくさん食べても別に苦しくないしみたいな。けどやっぱデニムとかってまあご飯食べたらきつくもなるし、なんかしゃがむときついし、椅子に座っててもきついんですよ。今も結構ねここにお肉乗ってるし結構きついんですよね。窮屈なの。なんだけどあえてやっぱそういう洋服を着ることによってあちょっと痩せたぞとか、あちょっと楽になったぞみたいな、はい、今回のダイエットではちょっと食事を変えてみる。このオートミールの置き換えが一番大きいかもしれないんですけど、食事をちょっと変えてみる。あとはストレッチとかそのちょっと運動筋トレちょっと頑張ってみる。あとモチベーション上げるたびに昨日の自分とこう比べてみることと、あとはちょっとこうきつめの洋服着てみて少しずつあ緩くなったなみたいな感じで思うことによって自分を励ましていこうかなと思います。最近だとちょっとずつ暖かくなってきたからどんどんみんな薄着になっていくじゃないですか。それこそ肩出したりとか、まあ、足出したりとかする季節になっていくと思うので、やっぱりこう可愛い服を着るぞっていうこのね気持ちとともになんかダイエット頑張りたいななんて思います。あ、そのオートミール生活を始めて思ったんですけど、このオートミール生活を始めるきっかけになったのがお友達のネイリストの、まあ、美容にすごい詳しい子がいるんですけど、その子のオートミールレシピを見てあ真似したいなと思ったんですよ。でその子がやっぱりすごいこう健康的で美しく綺麗になるみたいな情報をすごい発信してるから、やっぱそういうの見ると私もなんかそう綺麗でいたいなってすごい思ってて、いざ真似してみたら朝からすごい清々しいんですよ。なんか色鮮やかなフルーツとこのオートミールを朝から食べてる自分なんかいい感じじゃんみたいな。いやそれでちょっと日光に当たってみるみたいな、メンタルっていうのかな、こう気持ちの部分からすごいなんかあ健康になるぞって思えるっていいなと思って、まあこれからちょっと1ヶ月ぐらいねダイエットを続けてみてどれぐらい変わったかをね皆さんに見てもらえたらなと思いますので、それはまた動画を撮りたいと思います。続かなかったりしてね、最近仕事ができないからなんか目標が欲しいんですよ。そう今人生の迷子なんですよ。そうなんかどこに行けばいいのかなみたいな、そんな中でやっぱ何かにチャレンジしてみるってすごい大事だなと思って、 Y の字バランスの1週間チャレンジもやってみてちょっとだけ体が柔らかくなったらやっぱ達成感というかよしみたいのがあるんですよ。で、あ、もう1週間続けてみようとかになるんだよね。今回のこのダイエットもまたそういうねきっかけになったらいいなと思うの で、もしダイエット始めたいけどなかなか始められないっていう人がいたらね、私と一緒にダイエット生活を始めて見ましょうっていう感じです。というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。